ただいま2020年7月9日21時14分でございます。どうも欅の種です。いやー、来ちゃいましたね、ついに。何の話かって皆さんもうご存知だと思いますけれども、欅坂46ライブオンラインバッド with you ということで、1週間後ですか、7月の16日に無観客ライブ配信を欅坂が行うことになりました。やっとですね。はい、もうこれさすがに動画にしないわけにはいかないということで、今、絶賛撮ってるわけですけれども、まあ東京ドーム、9月の東京ドーム、去年の9月の東京ドームから今までライブがなくて、何ヶ月ですか、10、11、12、1、2、3、4、5、6、9ヶ月ライブがなかった。今までの欅坂でここまでライブがなかったってことはほぼないんじゃないでしょうかね。いやでもそれぐらい待ちに待ったものが来ましたよ。はい、まあ詳しくはですね、公式サイトの方を見ていただくとして、まあもちろん僕も購入しましたもん、早速。で来週のまあ木曜日は、仕事を早く切り上げて見に来ないとななんて思ってますけれども、今回注目すべきところもう一つだと思います。新生欅坂がどういうフォーメーションで歌ってくるのか、それからセットリストはどうなるのか、どういう映像を作ってくるのか、もうそこに尽きるですよね。で当然のことから無観客ですから、どういうカメラ配置っていうのもいろいろ考えられていくでしょうし、ソニーのことですから、まあいろんな技術を VR とかも交えてくるんじゃないかなとかね、いろんな予想ができてくると思います。とはいえやはり平手友梨奈がいなくなって、まあ平手友梨奈が脱退して初めての、ライブですから、センターをどうするのかっていうのがまあ一つ注目ポイントになってくるとは思います。もう一つは新2期生をどういう使い方をしてくるのか、新2期生だけのコーナーパートを作るのか、ミックス制でいくのか、ここも注目すべきことですね。それからまあ無観客でのライブがどういう形で行われるのか、もちろんカメラをたくさん入れるとは思うんですけれども、まあコロナ対策をいろいろしていく中で、どういう配置をして、まあ、どこでやるのかっていうのもまだ分かってませんし、おそらく非公開ですから分かんないとは思うんですけれども、ね、そういうのも含めてやっぱり、興味深いところですよね。で個人的な希望を言わせてもらうと、まあ、今、シングル化されていない曲で、分かっている曲が3つ、サジン、10月のプールに飛び込んだ、誰があの鐘を鳴らすのか、この3曲のうちどれか1曲でも歌ってくれたらいいなっていうのがちょっとあるのと、まあできることであれば9枚目シングルの発表もしてほしいですし、あとそうですね、この前の2人セゾンじゃないですけどアカペラパートも欲しいですね。まあ欲を言えばキリがないっていうね、勝手にも浮かれちゃう、まあちょろいファンと思っていただいて結構ですけれども、あまりね期待しすぎてねがっかりするっていうパターンもありますので、まあそうならないように皆さんも温かい目でね、応援する準備を進めていっていければなと思っております。もう取って出しで、今音を取ってますので、もうこれそのまんま、流すと思います。カットもせずにね、何をやってんだこのオタクはと思われても仕方ないと思いますけれども、でもせっかく嬉しいことがあったらみんなで共有したいですよね。みんなで楽しい時間を作れる準備を進めていきましょう。それではまた。